こんにちは。お待たせいたしました。本日は CP プラス2012オリンパスブースにお立ち寄りくださいまして誠にありがとうございます。それではこれよりこちらの E ステージにおきまして写真家清水哲郎さんとオリンパスイメージング商品企画部によるセミナー、そして OMD 開発者トークライブ新時代を切り開くマイクロ一眼は新たな時代へをお送りいたします。2009年7月3日にデジタルペンとしてオリンパスマイクロ一眼1号機 EP1 で試乗を観覧させてから2年半、マイクロ一眼の登場によりデジタル一眼市場の拡大に成功いたしました。今後マイクロ一眼の革新を通して写真文化にどのように貢献できるのか、写真家清水哲郎さんとオリンパスの商品企画担当者のトークをお届けしていきたいと思います。どうぞ皆様最後までごゆっくりお付き合いください。それではステージに先立ちまして、オリンパス製品のご紹介を私の方から簡単にさせていただきます。1972年、オリンパスは独創的な技術により当時の 35mm 一眼レフカメラとして世界最小最軽量を実現したオリンパス M1 を発売。翌年にオリンパス OM1 と名称を改め、以降 OM シリーズとして歴史に名を残す名機を次々に生み出し多くのファンに愛されてきました。あれから40年、オリンパスはものづくりに対する DNA を受け継ぎ情熱を注ぎ込んだ全く新しいデジタル一眼を開発いたしました。オリンパス OMD の誕生です。オリンパス OMD はペンシリーズと同様にマイクロフォーサーズ規格を採用、フィルム時代の OM シリーズから本格的なシステム一眼の伝統を受け継ぎながらも先進的な技術を搭載した全く新しいデジタル一眼です。外観は OM シリーズから一眼らしいスタイルを受け継ぎ、マグネシウム合金の筐体はボディに強度を与え高い信頼性を確立、各所にシールドを施した防塵・防滴構造となっており、雨天や砂ぼこりの中など厳しい環境下での撮影も可能となっています。オリンパス OMD は新しい16メガのライブモスセンサーと画像処理エンジントゥルーピック6を搭載し、さらなる高画質高感度を実現。オリンパス一眼レフフラッグシップモデルオリンパス E5 で好評のファインディテール処理を搭載しています。光軸上に内蔵した液晶ビューファインダーは高精細の光学設計でいかなる条件でも安定した見栄を確保、明るさや色などをファインダーの中でシミュレーションできるのに加えまして操作性にも細部にまで工夫がされています。ボディ内手ブレ補正も大きな進化を遂げました。オリンパス OMD は世界初の5軸手ブレ補正によりあらゆるシーンに対応いたします。またオリンパスペン EP3 で世界最速を打ち立てたファスト AF システムはさらに磨きをかけ世界最高速のフォーカススピードを更新、さらに胴体追尾能力を向上した 3D トラッキングオートフォーカスも開発。この技術により動く被写体でも高速かつ正確なピント合わせが可能となっています。この度発売するオリンパス OMD のボディカラーはブラックとシルバーの2色、ホールディング性を高めるパワーバッテリーホルダーや防塵・防滴性能を持つマウントアダプターなど豊富なアクセサリー類も展開しています。オリンパス OMD はあなただけの世界をクリエイトする一眼カメラの新しいスタイルを切り開きます。さあそれでは早速ステージを進めてまいりたいと思います。まずは本日製品の解説をいたします。オリンパスイメージング株式会社マーケティング本部商品戦略部赤松直樹です。よろしくお願いいたします。そして続きまして写真家清水哲郎さんにご登場いただきましょう。1975年横浜市生まれ、日本写真芸術専門学校卒業後、写真家竹内俊信事務所に入社。
3年間助手を務め、23歳でフリーランスとして独立。ライフワークとしているモンゴルの撮影では、独自の視点で自然風景からドキュメントまで幅広く撮影されていらっしゃいます。オリンパス随行デジタルアカデミー講師、清水哲郎さんです。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。こんにちは。よろしくお願いいたします。それでは清水さん、小松さん、ここからはよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速なんでね、はい、ちょっと失礼させていただきます。終わりましょう。はい、昨日発表がありましたが、OMD、はいはい、どうですか。体感していただければその素晴らしさが分かるカメラとなっていると思います、はい、もう触ったっていう方いらっしゃいますか。まだ触ってないですか。すごい並んでてね、今なら触れるかもしれませんけど、でもせっかくなんでね、はい、どういうものがね撮れるのかっていうのをぜひ、見てっていただければと思います。はい、はいはい、ではただいまご紹介に預かりました、オリンパスイメージング、商品戦略部の赤松と申します。よろしくお願いします。本日はオリンパスブース、こちらのステージの方にお越しくださいましてありがとうございます。それでは OMD の、特徴を、少しかいつまみながらご説明させていただきます。次お願いします。はい、5つの特徴にまとめておりますので少しお付き合いください。次お願いします。まず一つ目なんですけれども、なんといっても EVF です。お願いします。はい、この EVF なんですけれども、EVF を搭載するにあたりまして、まずEVF とはどうあるべきかっていうものをかなり時間をかけまして検討しました。OM ではですね、実は3つのコンセプトがありまして、小型軽量、そして高画質と、もう一つなんですけれども、パーフェクトコントロールオブライツ、光をコントロールするというコンセプトなんですね。そしてですね、OM4 でマルチスポット AF、 私も今日ちょっと持ってさせていただきましたけども、マルチスポット AF が入りました。それでですね、露出をコントロールすることができます。ただ今の時代ですね、デジタルになりまして、ただ単に EVF で画像が見えるというだけではもうありません。そして効果が見えるっていうのも必要なんですけども、ただ露出の 上下が見えるっていうわけでだけでも物足りないと思います。どうあるべきかっていうのを考えました。それでですね、操作性とともにその EVF を覗きながらハイライト、シャドウ部それぞれをコントロールできる、クリエイティブコントロールを搭載しまして、今回その思想と技術が融合した新しい EVF システムを搭載させていただいております。次お願いします。そして2番目は画質です。お願いします。お願いします。今回ですね、新規に16メガのライブモスセンサーを、設計いたしました。そして、センサーだけではなくて、画像処理の、ね、アルゴリズムも見直しまして、解像度の向上、それで低ノイズ化、またダイナミックレンジの大幅な拡大に、つながっております。そしてですね、この画処理なんですけれども、12メガから16メガにアップした以上の解像度の向上を体感していただけると思います。ですので、この画質に関してはですね、この後先生の写真を存分に拝見させながら、はいはい、先生からもコメントいただきたいと思います。次お願いします。そして手ブレです。お願いいたします。こちらの、手ブレ機構も新規に開発したものです。ご軸って言いますのは、従来のものですとこちらの回転とこちらの回転を、抑制しておりました。で今回はですね、まあ、マクロの時に効果を発揮するそのシフト、もちろん横もですけどもに加えて、ボディ内でしかできない、このローリングと言われる、ブレもですね、補正することができます。こちらの方はですね、実はこれまでの、手ブレはそのシャッターを押した瞬間のブレを検知して抑制してたんですけれども、常にブレを常に駆動しているものになります。ですので動画もしくはスルーがでも体感していただけますので、ぜひ
この後ですね、タッチアントラの方に行っていただきまして、その体感していただければと思います。なんかさりげなくですけど、はい、懐かしいカメラですよね。はい、OM4 を持っていた、ね、させていただきました、はい、これはまた後ほど存分に、はい、説明させていただきます、はい、次お願いします。そして、ファスト AF が進化いたしております。次お願いします。P3、PL3、PM1 の時にですね、ファスト AF、 世界最速の AF を、実装させていただきましたけれども、今回は、胴体にも強いです。コンティニュアス AF が粘りが非常に、向上しております。またですね、追尾の性能も向上しておりますので、胴体に強くなったと言えると思います。はい、次お願いいたします。そして5つ目は何と言いましても失礼いたします、ちょっと緊張してます防塵防滴の、性能です。次お願いします。こちらの、OMD、小型軽量なんですけれども、 E5 相当の防塵防滴性能を持っています。この凝縮されたボディ、マグネシウム合金で、マグネシウムでボディ作られておりますけれども、この凝縮感体験していただければと思います。はい、次お願いいたします。まとめますと、まあ、先ほどの5つ、これが5つですね。新 EVF システム、最高画質、そして最強の5軸手ぶれ補正、これ5段分、補正できます。進化したファスト AF 防塵防滴システムとなっております。でこの、次お願いします。でこちらのですね、OMD を、今回清水先生に、持っていただいて、ニュージーランドですよね。そうですね、はいはい、行っていただきました、これからちょっと先生の方にですね、そちらの写真を見せていただきながら、ちょっといろいろとお話しさせていただければと思います。じゃ先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では改めまして清水です、よろしくお願いいたします。今回ですね、僕はこの新しく出ました、OMD EM5 ですね、こちらを持って、ニュージーランドの方に10日間行ってきました。で、まあ僕らがですね、普段こういう、新しいカメラを持ってですね、行くときって大体こう指示書っていうものが来るんですね。例えば砂嵐の中撮ってきてくれとか、雪を撮ってきてくれとか、そういったものが E5 の時に、あったんですね。でマルヒっていうものが書かれてて、その紙に従って撮っていくんですけど、砂嵐撮ってこいって言っても、ね、なかなかそれに遭遇しないと撮ってこれないんですけども、今回もなんか分かるよねみたいな感じで、言われまして、でも今回は指示書が全くなかったんです。というのも以前ですね、こういうステージでそのマルヒの書類をちょっと皆さんに見せてしまったら、もうそういうことしないでくれということで、最近口頭でですね言われるようになりまして、今回言われたのは、とにかくかっこいい写真を撮ってきてっていう極めて曖昧なね、指示だったんですけども、はい、まあ、それに、まあ、そう言われたらね、僕もちょっと頑張ってやってこようかなと思って行ってきました。でこの2台を、持ってきましたけど、まあ、ブラックとシルバーと、持って行きました。で、まあ、1つはね、1250っていうこの小さなね、新しい防塵防滴のレンズを使って、もう1つは、E システムをのレンズを使ってます。 74mm これついてますけども、マウントアダプターをつけて、その両方ですね、両方、使って撮ってきました。では次行きましょう。はい、早速ね、まあ、高画質といえばこういう、ありがとうございます、カラフルなもので鮮やかなものっていうのがね、あります。はい、 12mm で撮ったものです。はい、次お願いします。ニュージーランドらしいです、らしい写真です、ね、はい、もう、まあ、定番のとこですね、テカポコって言われてるとこで撮ったものですが、40-150mm をつけてファインダー覗きながら、撮ったものです。すごいまっすぐ、すごく綺麗に出てます。これ太陽はどの位置に、太陽もほぼ真上のようなね、感じですけども、まあ、お昼ぐらいだったんで、はいはい、ですね、実はこういう写真でですね、ちょっと、まあ、今スクリーン投影しているものな状態なんですけれども、まあ、こういった木の影とか、ちょっとアンブ潰れてるんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、これ潰れてませんよね。潰れてないですね、はい、かなりアンブにも強くなってます。なんか開発の方ってそういう見方されるんですよ、はい、僕が撮ってきたものがどうであるっていうより、いやらしいとこばっか見るんだよね非常に犬がいて、そうですね、ありがとうございます。ニュージーランドらしい写真だと思います。そうですね、すみませんはい、次お願いします。これは、はい、鳥居ですか。鳥居ですね、これ 150mm の F に使ってます。 150mm って大きいですよね。それを、まあ、この
カメラにですね、OMD につけまして、撮ってきたんですけど、高画質っていうことなんで、すごく遠くだったんですけども、一話一話綺麗に本当見えますよ、ね、こうやってこれ先生、何話ぐらい何話ぐらい映ってるんですか、これこれ何話ぐらいいると思います、皆さん。100話ぐらい、300ぐらい、500ぐらい。これ当たった方に何かあるんですか？いや、ないです。ないです。ただ個人的に聞いてみたかっただけなんですけども、はい、これはですね、実は僕今朝数えました。寝起きに 何話いるかなと思ってね、高画質っていうぐらいなら分かるだろうと思って、調べました。327話いましたありがとうございます、はい、確実です。これ何回もこうブロックごとに分けてね、まあ、本当に1話1話150ミリってね、やっぱこう望遠なんでなかなかこう見えづらいんじゃないか、ピント合わせるの難しいんじゃないかと思いますけども、手持ちで撮ってもこれだけ十分に綺麗に撮れてます。はい、次お願いします。これあれですね、新機能アートフィルターの D ニュクレール。はい、あ、先生、あ、名前覚えてくださったんですね。覚えましたよ、もう D ニュクレールってなんか聞いたことがないね、何語だよっていう感じです。何語なんですか？これフランス語です。フランス語、はい、ですね、絵の描くその作画の手法でですね、リーニュクレールというものがありまして、英語に直すとそのリーニュ、ライン、クレールっていうのはクリアーっていう意味なんですね。で、まあ、今回アートフィルターっていうのは作風も絵もそうなんですけれども、その名前もやはり特徴的なものがアートフィルターとしての、売りになっておりますので、今回リーニュクレール思い切ってつけさせていただきました。リーニュクレール、はい、ぜひ覚えてくださいリーニュクレール、みんなで言ってみましょうか。せーの、ありがとうございます。なかなか難しいですね、はい、リーニュクレール、ぜひ覚えててください。これリーニュクレールの2番っていうのを使ってます。1番2番とありまして、どういう違いがあるかっていうと、線の太さが違う。線の太さが違います。でもこれはっきり言って絵ですよね、もうね、写真ではないかなっていう、まあ、こういうのもできるよっていうのがアートフィルターの魅力です。はい、次お願いします。はい、同じシーン、これはドラマチックトーンでやってますけども、さらに効果を、はい、はい、やってますけど、どの効果か分かりますか？これはこれはホワイトエッジですね、ホワイトフレームと、はい、はい、そうです、はい、その通りでございます。さすがでございます。いえいえ、はい、そういったように、単にアートフィルターを選ぶだけじゃなくて、さらに効果を選ぶことができます。まあ、今アートフィルターが何種類でしたっけ？11です。11です。リーニュクレールで11種類目になりましたんでね、さらに効果が5種類あるっていう、まあ、いろんな効果が楽しめるというものですね。はい、はい、次お願いします。はい、この辺から徐々にこうニュージーランドの、ね、風景らしく、はいはい、不思議なものでしょ、これ。これ何ですか？これね、岩なんですけど、なんかいろんなものが、複雑にこう、まあ、昔からあるものなんですけど、なんかこう、まあ、岩ですね、はい、貝とかいろんなものがこうグッとなって今あるんですが、これ20個ぐらいそこに ありまして、で、干潮になると海の中から出てくる。それまでずっと波の下なんでわからないんですけど、それを撮りましたが、まあ、その岩の説明はどうでもいいんですけど、 OMD ってファインダーもすごくいいんですけども、こうやって可動式なんですね。モニターが可動式なので、水面すれすれに置いてですね、手持ちで撮ったものです。はい、この辺は特に何もないですか？いえ、はい、それを生かして撮っていただけたというだけでも、もうそれだけでいいですね上が80度向いて下が50度だとかそういうのはいらないです、ね、あ、申し訳ございません。いやいや、とんでもないです、はい、では次お願いします。はい、これまた 150mm の F2 を使いましたけども、これ鳥がね刺さっちゃってるわけじゃないですよ。何か餌を水盤でる、シーンを撮ったものです。まあ、大きいレンズですけど、これ手持ちでやってます。あ、これ手持ちですか？はい、手ぶれとかは気になりませんでした？手ぶれ全然気にならないですね。今回の旅全体を通してでもですか？もう僕今回はほぼというかね、昼間は三脚使わなかったんですよ、はい、いかに軽く行くかっていうのを目的としてたん で、はい、で5軸でしょ、はい、なんかとにかく大丈夫なんだろうなっていう漠然とした中で行きましたけど、はい、まあ、こういう超望遠使っても、はい、全く問題なく、はい、ファインダーの見えもすごく良かったしっていう、はい、いいですか？はい、ありがとうございます。はい、次お願いします。はい、先ほどの岩のところを昼間撮ると、まあ、普通に撮ったような感じになっちゃうんだけども、明け方ですね、ちゃんと満潮と干潮の時刻を調べまして、波が引いていく瞬間を撮ろうと思って明け方行きました、はい、これ7-14mm でね、波打ち際で撮ったものです。なのでこういうブルーのトーンが出てるんですね。朝日が当たるとここに光が差してきます。はい、次お願いします。
ニュージーランドはねすごくいろいろ面白いんですね。というのはやっぱりその、まあ、小さいとこなんですけども、とにかく行く場所によって、自然が全く違う。海があれば、森があって氷河があって高い山があってっていう、湖、綺麗な、ね、青い湖があってって、はい、とにかくいろいろバラエティに富んだとこなんですけど、まあ、結構メインにしてたのはこっちの氷河の方行きたいなと思って、そうです、はい、行ってきました。こちらのでも写真も本当にハイライト部からシャドー部まで、またそういう見方をどうしてもあのそういうところを見てしまいますので、まあ、そうですね、まあ、そういうところも見ていただければいいかな、はい、これ150ミリを使われて150の SE です、はい、あの今回のですね、撮像、センサーと画処理の組み合わせですね、ちょっとすいません、喋らせていただきます。どうぞ、あの画処理っていうのは、はい、画像処理のこと。画像処理のことです、失礼いたしました。専門的に言っちゃうので、はい、皆さんがついていけなくなっちゃうので、あのですね、やはりその、まあ、解像感、を向上させるということもあるんですけれども、あのこういった150ミリとかあのフォーサーズのレンズ、あのスーパーハイグレードのレンズをですね使っていただいたときにこそその効果がですねより顕著に現れるようにチューニングさせてますので、ぜひあのお手持ちのレンズでですね試していただければなと思います。そうですね、はい、あのいいシステムを使ってもあの AF のスピードがそんなに落ちないですよね、ありがとうございますいいんですよ、もっと言っていただいていいんですよ、はい、はい、次お願いします。これ結構頑張りました。僕朝から晩までずっと撮ってたんですけど、これ90秒って書いてありますけど、はい、これはですね、はい、まあ、まず作品の、ね、説明させてください。失礼しました。雪山があるんですけど、まあ、マウントクックっていうね有名な山がありまして、そこのところで、捉えたものなんですが、まあ、オリオン座があって、あそこに輝いてるのは月ですね。月が山に沈んでいくところを撮ったものです。でこういう時って、露出決定難しいですよね。今回、何でしたっけ、ライブバルブとライブタイムです。ライブバルブとライブタイムというですね不思議なこうバルブが、ありまして、まあ、それは何かっていうと、こう撮影しながら途中の経過がモニターに見える。なので自分で最初から90秒って決めなくても、ちょっとずつこう、録音がね与えられていくと、どんどん明るくなって見えてくるんですね。あ、じゃあこんなもんでいいかなっていうところでシャッターを止める。はい、はい、この2つはどういうふうに使い分けたらいいですか。そのライブバルブはですね、あの、まあ、そのシャッターを押し続けてる間録音します。そしてライブタイムというのはですね、まあ、あの例えばこれ、まあ、90秒とかもしくは1分とか、あの長秒になった時はですねずっと押し続けてるのも、まあ、疲れますので、ライブタイムを使っていただくと、シャッターを押したらスタートします。でもう一度シャッターを押すと止まります。ですので、あの録音が適正になったなと思うところでもう一度シャッターを押していただければ止まるというのがライブタイムとして今回搭載させていただいてます。でインターバルも設定できるんですよね、何秒とかっていうのはね、はい、だから何秒おきにこう、画像が見えてくるっていうのを設定した上でやっていくとよりこう分かりやすい。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、僕これがね意外とこう好きな、でこれ結構使っていただけた。もうずっと夜な夜なやってましたねだから僕ね今回1週間行ってまして、ニュージーランド睡眠毎日4時間とか5時間しか寝てないんですよ。夕日が夜の10時前で、朝日がだいたい5時ぐらいに出てかないと間に合わない感じ で夜もこんなことやってたんで、ほぼもう寝ずに1週間、しかも車で2200キロ移動してたっていうね。何をやってたんですかね僕ね。本当にありがとうございます。それしか言いようがないんですけど、もうこういうね開発の時って普通は開発者とか、はい、いろいろね広告代理店の方とかつくんだけど、僕の場合なんか毎回一人旅なんですけど、ちゃんと伝えておきます。ありがとうございます。次回に反映できるように、はい、はい、まあ、こういうね、ものがあると。はい、次お願いします。で翌朝また寝てないのに朝トレッキングをするわけですね。これ何時ぐらいですか。これ朝の5時過ぎですね、はい、大体5時ぐらいから起きて6時40分とかそのぐらいが日の出だったりするので、そういうタイミングに合わせて、はい、動きます。はい、次お願いします。はい、で徐々にこう明るくなってきますけど、こういうの好きじゃないですか。好きですね、改造感が見れるというところで、改造感とかね、会長画とか、はい、会長画とか、はい、多分そうだろうなと思いながら撮ってます。ありがとうございます。はい、次お願いします。そしてこれです。素晴らしいですね。狙い撃ちです
こういうのね、ね、前日にこう夕日でだいたいどっち側が赤くなるかなっていうのを見ておくんですね。太陽の位置を見ながらで、翌朝多分この時間にこの右側から当たるだろうとかっていうのを、もう想像してイメージして、もうこれね、あとは太陽が出てくればいいっていうだけだったんですけど、これ天候には今回旅は恵まれてたんですが、これも非常にいい、そうですね、天候の話されると僕結構傷つくんです。僕雨男なんですよ。そうなんですか。すごく雨が降りまして、でこの時も着いた時はどん曇りだったんです、はいはい、でどん曇りでもう絶対ダメだろうっていうぐらい強風で、でももしかしたら夜中に晴れるかもしれないっていうので先ほど星が取れて、はい、で翌朝このやはりチャンスはものにしてる。チャンスはものにします。プロですから、ね、運は自分でこうね引っ張ってきます。はい、次お願いします。はい、でもね、先ほど見ていただいた通り山の上に、ね、ちょっとこう笠雲がかかってたんです。笠雲が何重にもなるとこんなリーゼントみたいな、ね、雲が出来上がるんですけど、笠雲が出た時っていうのは必ず天候が崩れるんですよ。だからこの青空って、はい、すごくなんか当たり前のように映ってますけど、実はすごく天気が悪い中で青空がちょっと出てくれた貴重なタイミングで、貴重なタイミングです、はい、でももう後半はきっと雨が降るんだろうなっていうのはこの雲を見てもう分かってたんです、はい、こちらの機能としてもやはり、あ、またそういうねそういうところを期待しておりますので、はい、次お願いします。ありがとうございます。やっぱり降られちゃったんですよ。で結構な土砂降りです。まあ、はい、土砂降りの中はね、もう一台もやっぱ濡れちゃうともったいないっていうかね、怖いので、はい、あれだったんですけど、まあでもこれすごく降ってる中で撮ったものです。まあ、本当にね、先ほどの映像スライドでもありましたけども、もう何にもカバーかけなくても水、濡れてもですね、雨の中でずっと撮ってても何のトラブルもないです。これはもう E5 の時もそうだし、そうですね、E1 の時から僕ずっと防塵防滴性能、はいはいはい、気に入ってるので、もう信用してるんでね、はい、これはもう他、ね、他の追随を許さないぐらいすごいものかなと思って、はい、それだけで選んでるっていう部分もなくはないそんなことはない、はい、そういうやっぱ堅牢性とか防塵防滴性能って一つの機能だと思うんですよね。やっぱり取れなきゃ意味がないんです、はい、ね、いくらそこまで行っても動かなくなっちゃったらおしまいなんで、そういう意味で、やっぱり OMD っていうのはすごく防塵防滴素晴らしいものだと実感してきました。 ありがとうございます。はい、次お願いします。はい、雨の中、今雨降ってるところですか。雨降ってます。はい、40-150ですけど、でも40-150防塵防滴じゃないんです。そうですよね、はい、どうしようって思いながらちょっとこうハンカチぐらいを当てたりしながら、ちょっとぐらいならいいかなとか思いながら、はい、やりましたけど、はい、次お願いします。あ、滝ですね。はい、滝なんですけど、これもやーっとしてるでしょ。もやーっとしてるのは土砂降りなんです。土砂降りの中4000分の1秒で撮ったんですけど、本当にピント合わせ難しいんじゃないかなっていう中で、はい、ファインダー見ながらちゃんとこう滝にピント合わせて撮りました。ISO感度1000ですか。はい、これ4000分の1で撮りたいじゃないですか、はい、で最高速度で撮ってみたいなと思って、はい、なので感度はオートにして撮ってます、はい、今回ですね、あ、すみません、喋らせていただきます。あ、どうぞどうぞ、はい、今回ですね、 ISO 感度も上限 25,600 まで上がっております。でですね、 P3、従来機と比べまして 1.5 段分ぐらい向上してますので、ISO 1000、1600でも非常にノイズの少ない絵になっております。そちらの方にですね、感度別の作例もありますので、ぜひ、ご自身の目で確かめてください。すごいですよね、はい、感度はね、はい、すごいです。次お願いします。はい、雨の中ですね、しんしんと降ってますけども、はい、ありがたい作例だと思います、はいはい、何やってるんだろうって思いますね僕ニュージーランド行くのになんで長靴持っていかなきゃいけないんだろう。長靴とカッパですからね、で森の中で結構泣きそうになりながら撮ってるわけですはい、こんな雨のシーンでもそのまま傘もささずに、はいはい、撮ってます。はい、次お願いします。はい、これギャラリーの方に展示してありますのでよく見ていただければと思います。まあ、雨降ってる時って、まあ、雨を直接狙う方法もあれば間接的に狙う方法もあるので、これはまあ間接的に、狙ってます。なのでレンズ自体は濡れないですよね、下向けてます。
で、それでいて一番こう雨らしくしっとりとした印象になる。どうですかこの辺は、会長とかですか。あ、もちろんじっくり見てしまいました、すいませんでした。会長が残っているなと、あの、はい、葉っぱの表面から、はい、葉っぱの裏の裏側まで、はい、しっかりと残っていて、あの性能を十分に生かしていただけているなと。ありがとうございます、はい、すいません見とれてました。ありがとうございます、はい、次お願いします。はい、同じようなシーンですね。こういう細かいところも結構やっぱファインダーで確認できますから、ぜひとも使っていただきたいです。でこの1250はマクロ機能もね、はい、ついてますから、そうです、ね、結構こう寄ったりっていうのも、やっております。今回先生お使いになられる中で、はい、あのファインダーと背面と背面モニターと、はい、どれぐらいの割合で使われてました。ほぼ 95% ぐらいは僕ファインダーでしたね。ありがとうございます。いかがでした、はい。いかがですかってこんな目の前で言われたらいいですよぐらいしか言えないですけど、本当に見やすいです。パッと見るとやっぱり、なんだろう、光学のファインダーと見まがうようなシーンっていうのがあって、すんごいクリアによく見えます。なのでピント合わせがしやすいです。 ありがとうございます、はい。なんで、あの先ほどの星空のシーンでも明るい星にピント合わせたりっていうのもファインダーを使いながらやってましたので、はい、問題ないです。すごい嬉しそうな顔してます。はい、次お願いします。はい、こういう森のシーンですけどね、雨降ってます。これもこれ後ろはこれは晴れてるわけじゃないんですよね。あの写真っていうのはね、あの真実が映りますけど、露出をこう変えると明るく映ったりするので、すごいものすごい土砂降りの中撮ってるんですけど、露出をこう明るくしてることで、すごく明るい、ね、光がこう当たってるように見えてます。でもすごい土砂降りです、はい、何度も言いますけど、はい、これこんな風にね、IB っていうね、ソフトを使いまして、フォトブックを作りましたんで、ぜひとも後で見てください。これ全部 OMD で、撮った、ものですので、すんごい綺麗なんでね、見ていただければと思います。はい、ちょっとした宣伝もさせていただきますはい、次お願いします。はい、もうひたすら雨なんです。あの雲の後3日間は雨降るなと思ったら、案の定3日間雨です。でその向こう側に見えてるのは氷河ですね。氷河で、この日は本当はヘリハイクであそこに飛ぼうとしてたんですけど、土砂降りで行けなかった。でも土砂降りならこのカメラね、すごい喜ぶかなと思って行ったわけです。そうですね、ありがたい話です、はい、結構みんなに驚かれましたよね。そのカメラ大丈夫なの、まあ、まだ幻のカメラなんですけどねはい、はい、次お願いします。こんな感じで、はい、これあの濁流になってますけど、氷でもなくて、氷河から流れるグレーシャーミルクっていう、あのこう白濁した川なんですね。これは氷河からでは結構ありますけども、で、まあ、天気悪いですけど500分の1っていうね、シャッタースピードを選んで撮ってます。やっぱこういう勢いがあるときっていうのは高速シャッターの方がいいですよね。スローシャッターだとすごく滑らかになっちゃうんですね。弱い印象になっちゃう。強く見せるならやっぱ高速シャッターがいいなと思って500分の1を選びました。はい、次お願いします。はい、ひたすら、雨の中ね、撮ってますけども、この時ね正面から雨が来てたんですね。なのでこれどうやって撮ったかっていうと、はい、まあ、三脚はつけてたんですね。一応三脚つけたんですけど、三脚にこうつけて下に向けといて、こうレンズのね、掃除をしながら一斉の背で上げてパッてシャッターを押すっていうことをやって撮ってたもんです。でいくら防塵防滴でも前玉にレンあの水滴がついちゃうとやっぱりもやっとしちゃいますから、クリアに見せるにはもうとにかくここで、こういうところを、まあ、布でね拭いちゃうとなんかこう指紋がついちゃうじゃないけども、あとは残っちゃうんですよね。こういう時結構こう僕は飛ばしちゃうんですけど、どうなんですか使い方としては。いや、正しいと思う。正しいです。偉そうなことは言えませんけれども、はい、たまにあんまりこういうのやらないでくれって言われるけど、でも防塵防滴だから全然入らないわけですよね、はいはい、そういう使い方をしました。はい、次お願いします。はい、ね、ここはもう晴れているんですね、はい、これね行くあの前日がキャンセルになっちゃってヘリハイク翌日にしたんですけど、乗る前2時間ぐらい前ももう土砂降りで、で受付行ってもまだ分かんないって言われて、はい、でギリギリに回復して行ったら晴れたんです。これは画角としては何秒ですか。はい、これ 12で撮ってますね。12で撮ってます、はい、で、ヘリコプターの中からガラス越しに撮ったものですけど、すごくクリアで立体的にね撮れてます。はい、次お願いします。ヘリハイクですから、ヘリコプターで氷河の上まで行って、あとはアイゼンつけて歩いていくんですけど、氷河の間をこうトンネルを抜けたりしながらね、すごく楽しんでます。
はい、次お願いします。はい、記念写真です。でこれ何気なく皆さん見ていただいてますけど、なんだろうって思うけど、実はこれ2つポイントがある。はい、はい、1つはですね、ヘリコプター乗るときって僕あのカメラザック、リュックね、用意してたんですけど、機材いっぱい持って、ダメだって言われたんです。バッグ持ってちゃダメで、1個こうウエストポーチくれたんですけども、この時にウエストポーチに、OMD2 台と7.14、8mm フィッシュアイ、12.50、12mm、45mm、そこまでかな、そのぐらい入れて、あとペットボトルだなんだ、バッテリーだって入れて入ります。はい、ここに全部入っちゃってる。すごいよね。すごいですね。すごいでしょ。全てその右側の中に入ってしまって、はい、ここに入ってます。まあ、全てっていうか2台ね、こっちにありまして、もう1台はもう1台はですね、実は幻のカメラなんだけど、僕を撮ってくれるっていう人が3人ほどおりまして、はい、はい、ちょっと預けちゃったんですよ。だからちょっとドキドキしながらこれ撮ってもらってます。はい、本当はね、こういうの見せちゃいけない、触らせちゃいけないみたいなあるんだけど、撮ってくれるって言われたらじゃあいいやって。でもその代わりこういうとこテープ貼ってますからね。はい、ありがとうございます。次お願いします。はい、そう、この軽さはねやっぱりすごいですね。 373g って、昔の OM4 チタンブラックよりも、チタンかよりも全然軽いですよ。軽いですね。はい、まあ、こういうやっぱり大きさね、小さくて軽いっていうのは OM の特徴ですから、昔からね、はい、やっぱこういったものをさらに軽くなって、はい、小さくなってっていうのは、はいはい、かなりこだわってそこは、はい、詰めさせていただきました。はい、ですね、まあ、少しお話しさせていただくと、実はですね、P3 に、を防塵防滴にしてマグネシウムのボディにして EVF つけると、この重さよりも断然重くなります。ですので、それじゃあダメだろうと開発の方で検討いたしまして、各パーツ、まあ、設計し見直しまして、どれだけ小さくできるかっていうことの戦いでした。で実際ですね、まあ、デザイナーとも話していく中で、まあまあ、そのカメラの中の機能もしくはそのコンセプト等の煮詰める中で、もちろん外観もなんですけれども、いかに小さくするかっていうところなんですが、一つちょっとこれちょっと写真だと見にくいかもしれないんですけれども、 OM はこの上から見るとですね、六角形になってるんですよね。デルタカットと言われるのがこのこの辺りに入ってまして、六角形になってます。それが一番小さくなる設計なんですね。ですのでそれを今回も OMD で活かしております。なので OM で上から見ていただくとですね、上部四隅落ちてまして、上面から見ると六角形に見えます。またですね、それだけではやはりそのデザイン上、まあ、そこだけっていう話になってしまいますので、デザイナーからいろいろ聞きましたところ、他にも2箇所カットを入れてみたと、それによってデザインがしっくりしたと、ぜひ見つけてみてください。2箇所入っております。またそれはですね、持った時に指が自然とそのボタンの上に行くようにもなっておりますので、機能も兼ね備えております。これはまあちょっとクイズみたいなものなんですけども、はい、後でぜひ言ってみてください。そうですね、もう時間があれなんで、はい、まあ言いたいこといっぱいあるんでしょうけど、すいませんでした。はい、次お願いします。はい、はい、でまた天気が崩れてくるわけですよ。青空ってやっぱ山の天気ですから変わりやすい、なのでここを撮ってます。 12mm で撮りました。これもギャラリーに展示してありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、次お願いします。はい、もう雨の、ね、天気ですから、どんどんガスは出やすい。はい、次お願いします。これ面白いでしょ。これ何ですか。これね、グレーシャーミルク、先ほどの白濁した川が、はい、あるところだとこういうスモークオンザウォーターって煙みたいに出てくるんですね。これが煙が出たり消えたりするんですけど、なんかそこを撮ったものですね。でこのブルーになってるのは明け方撮ったものです。朝だからブルーになってる。朝必ずこうなるんですか。朝っていうか一日中こうガスは出てます。はい、ですけども昼間撮ったら意外と平凡だったんで、絶対これ朝だなと思って朝撮ります。だから寝れないんですよ僕らは。ありがとうございます。はい、次お願いします。これもそうですね、朝の光、これ滝を横から見たものです。不思議でしょ。これブルーになってますけども、綺麗ですね。はい、150の F2 で、はい、これはさすがに三脚使ってたんですけど、はい、撮ったものです。次お願いします。はい、はい、これはね、皆さんどうやって撮ったかっていうと、滝をそのままこう見上げて撮ってるんです。
なのでこれ防塵防滴カメラじゃないとできない話で、先ほどのようにですね、はい、またこう、ブロワーを持ちながらこうやって1、2の3パッてやってますけども、これ水滴が光ってるのは、フラッシュ焚いてます。フラッシュもそこについてますけども、はい、この取り外しができるですねフラッシュが、まあ、これ防塵防滴なんで、じゃあ濡らしていいんだろうなっていう、もちろんです、感じでですねやりました。まあ、こういうことができるのはやっぱりとにかく防塵防滴性能が優れてないと、はい、せっかくね雨止んだんですけど、僕わざわざなんかまた濡れに行っちゃったんですよ。はい、恥ずかしかったです。ありがとうございます。はい、お願いします。もう後半はね晴れましたね、散々雨にたたられましたんで、はい、虹も出ますよ、ね。まあ、虹って言ってもこれはあの、こういうホールがありまして、なんか満潮になると潮が吹き上げるようなところです。ただ本当はもっとすごい高く上がるんですけど、 こんなもんしか上がらなかった。ちゃんと時刻調べたんですけど、やっぱ大潮とかなんか激しい時じゃないとダメみたいな。綺麗ですよ ね、 こ、 れはね。この辺はなんか見るポイントもあるんですか？え、もちろんあのたくさんありすぎてどうしようかと思って。ありがとうございます。まあ後でゆっくり聞かせてください。はい、はい、次お願いします。あ、はい、綺麗ですね。ありがとうございます。こういうの好きでしょうか？好きです。はい、まあ本当に見た目通りにっていうか、ね、すごく、すごく美しい夕日だったんですけど、まあ刻々と変わってくる中で、これ手持ちでやってます。波打ち際結構波が来るので、こう前に行ったり後ろに行ったりしながら撮ったものです。これはその写真集の中に入って、あ、ここにも、はい、入っておりますのでね。いや、あのぜひこの波のその改造を見ていただきたいなと。こういう見方か。はい、ぜひ。もちろん色味もなんですけれども、はい、ね、ちょっとどうしてもこのスクリーンですと、はい、あの少し眠く見えてしまうとかあると思うんですけれども、はい、おそらく、あ、そうですね、あの素晴らしい波が描写されておりますのでぜひ見てください。こういう見方じゃないんだけど、ね、はい、まあいいです。はい、次行きましょう。はい、これブルーになってますけど、これ朝じゃなくて、実はホワイトバランスを、電球にしてるんですけども、あの月光ですね、月明かりで撮ったものです。はい、これも何でしたっけ、ライブバルブ、バルブタイム、バルライブタイムとライブバルブです。すごいややこしくて、はい、それを使って撮ってます。はい、なのでもう露出の不安ないんですごく楽しいんですよ。重ねていけばいいので、どんどん確認していいなと思ったところでシャッターを切り終える。はい、次お願いします。はい、かわいいでしょ。かわいいですね。なんか見てるとこ違いましたよね、ここ。あ、すいません、あのハイライトシーン、ハイライト部分でした。はい、まあ、こんなのを狙ったりとかね、波が弾ける瞬間を狙ったりとか、はい、してます。はい、次お願いします。最後ね、奇岩ですよね、こういう。これは自然が作ったものなんですか？はい、そうですね、なんかニュージーランドすごく不思議な感じですよ。もう行くところになんか不思議なものがいっぱいあるんで、でまあこのタイトルワンダーランドってしたんですけど、はい、まあ、非常にどこ行っても不思議なものが多いなと思いました。はい、次お願いします。もう何をどう撮っていいか分かんないぐらいいっぱい面白いものがあるので、これ最後にしてたんですけど、5分ぐらいいればいいかなと思ったら2時間ぐらいいましたからね。ずっと撮ってました。この時も車運転してる間ずっと曇ってた。ここに行ってハイキングし始めたら晴れてきて、で帰る時また天気がすごい雨男でした。でもチャンスだけはものにするんですね。チャンスだけはものにする。はい、はい、次お願いします。こんな感じですね。はい、はい、まあ、もう満喫の1週間ですよ。ちょっと寝不足でしたけどもね。はい、まあ、こんだけのクオリティでね撮れれば、はい、OMD っていうのは本当使えるカメラなんではないかなと思います。ありがとうございます。はい、以上がね僕のニュージーランドの作品になります。はい、はい、次お願いします。でですね、あの、まあ、写真もちろんさることながら面白いムービー機能がついてるんですよね。はい、そうです。はい、これね、なんて言ったらいいの、なんかこう、なんとか侍とかありますよね、こんなこんなようなね、あの残像が映るような、はい、動きの残像ができる、はい、仮面ライダーとかでもなんでもね、どうしても写真って一瞬を捉えるじゃないですか。はい、ただこれだと流れを捉えられるんですよね。ですのでその写真動画っていうと、そのずっと動いていってる中で一瞬を止めるとこに流れが生じるんですよ。なのでこれはちょっと少しアーティスティックな方向に一気に動画が撮れますので、またこれも面白い機能、これすごく面白いですよ。普通に撮影しててボタンを押すとこういうのが始まったりするので、途中からできるんですよね。だからもうどんどん切り替えて、はい、はい、これ僕行く前
聞いてなかったんで取ってこなかったんですけど、申し訳ありません。後から聞いて、説明書もない中で取ってくるってすごく大変なんですよ。ありがとうございます、はい、はい、次お願いします。次お願いします。はい、そしてどんどんねレンズがまた昨日開発発表されましたけど、はい、やっぱりこういう小さな、ね、カメラが出てきたら小さなレンズが欲しいな、そうですね、いい単焦点が欲しいなってみんな言われてましたけど、出てきますね。お待たせしました、はい、でもまだ出てこない、はい、もう少し待ってください。もう少し待って、はい、面白いですよね。 75mm1.8 がこんな小さくて、はい、はい、あのモックは展示しておりますのでそのサイズはお確かめください、はい、あと 60mm マクロと、はい、防塵防滴です、はい、こっちが防塵防滴、防塵防滴です、はい、次お願いします。はい、いいよねポートレートとか、はい、僕はこれ風景で使いたいですけどネイチャーシーンで使いたいなと思います。はい、次お願いします。マクロ、はい、このレンズで撮ったわけじゃないですか、イメージです。はい、イメージです。ですが、最高画質を狙いますので、はい、お楽しみにお待ちください。はい、はい、次お願いします。でいろいろとこうアクセサリーがあって、はい、まあまあ、いいシステムとか使うとやっぱりこうバランスが、ね、取れないんじゃないかって思う方はやっぱりこういうパワーバッテリーホルダーのようなものを使うと面白いです、はいはい、2段階に分かれてるんですね。そうですね、はい、グリップだけでも着脱できますので少しグリップ力が欲しいなとか思われる方はグリップだけで、はい、使っていただけます。あとフラッシュはこう、はい、ね、LED のムービーライトがついたりとかね、本当動画にも優しいフラッシュ、そうですね、そして防塵防滴のアダプターと、はい、今回システムでこちらの同梱のストロボの方も防塵防滴になってますので、はい、システムで防塵防滴を、のシステムをご提供させていただいてます、はいはい、そうですね、これが、防塵防滴になったことで12本の E システムの防塵防滴レンズも使えるので、はい、使えます、ね、間がダメだと防塵防滴にならないの で、ね、はい、やっぱそういう工夫が、ね、されてるかなと思います。はい、次お願いします。ということで、はい、OMD、はい、盛りだくさんですね。覚えられました？先ほどのアートフィルター覚えてます？D ニュクレールですよ。もう皆さんいろんなことをね覚えてますけど、はい、まあ、ぜひお手に取ってねいただきたいなと、ね、はいはい、思いますけど、ぜひ、はい、次お願いします。はい、以上になりますけども、はい、どうでしたか？あ、いえ、やはりですね、その、まあ、ミラーレスのまあ、開発を進めるにあたりまして、どうしてもその、まあ、2つのお客さんがですね、いらっしゃるなと当初から考えておりました。1つはまあ、ペンをご満足いただけるお客さんと、そうでないお客様で、今回はですね、やっとそういったお客様にもご満足いただける画質機能が、そしてスタイルも含めてご提供できる状態になりました。お待たせいたしました。ですので、これからまたオリンパスの、ミラーレス一つ一歩先にこれからもまた進んでいきます。ですので、まあ、今回のちょっと副題がですね、その新時代を切り開くマイクロ一眼を新たな次元へというものになっているんですけど、今回2つ揃いました、E システムも含めて、これこそ新たな次元へ進んでいくことができるのかなと思っております。ぜひ皆さん、長い時間お聞きいただいて、まあ、先生のお話と写真が素晴らしかったのであっという間だったんですけれども、この後もですね、あちらの奥の方でタッチアンドトライしておりますので、ぜひ、ご自身の手で触ってみて感じていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしいです。いや、先生もありがとうございます、はい、清水さん、赤松さん、どうもありがとうございました。清水さん、いかがでしたか？今日は初日のね、1回目のステージ、多くの方来ていただいたんで、はい、いつもよりもなんか長めに喋っちゃいました、いろいろ伝えたくなっちゃうんで、そのぐらい魅力的なカメラなんで、ね、なるほどね、ぜひ皆さんにもね、はい、タッチ&トライコーナーで、ね、試していただきたいですよね。あとこれも IB もね、はい、見ていただきたいです。なるほど、簡単にこれ作れるんでね、はい、あ、わかりました、はい、そういったものもやっていただければと思います、はい、はい、素敵な写真たくさん、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、オリンパスイメージング赤松さん、そして写真家清水哲郎さんでした。どうぞ皆様、今一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか？今年もオリンパスブースにおきましては、皆様がお楽しみいただけるさまざまなコーナーをご用意しています。まずは注目のオリンパス OMD のタッチ&トライコーナー、そしてオリンパスペンとオリンパス